転がる水たらくで無双したい。まああた頭悪そうなこと考えてるよ。というか、なんで転がるミルタンクなの？それについては、うち、ミルタンクが解説するぜ。いやなんだこの関西弁のミルタンクは。関西弁なのは、うちを手持ちに入れている金銀のジムリーダー、茜つながりやな。もういっそ声もボイスロイドのことの葉茜にしようと思ったけど、ことの葉つまいのボイスロイドもっとランカズだから諦めたわ。キャラ付けが中途半端やんけ。そして茜のミルタンクといえば、転がるが強すぎることで有名。ゲームボーイの金銀時代、うちの転がるに泣かされた小学生は少なくないはずや。いやゲームボーイの金銀をリアルタイムでやってた小学生って結構世代が古い。じゃあハートゴールドソウルシルバーでもいいわ。こっちは最近出たリメイクやからな。ハートゴールドソウルシルバーも12年前のゲームだから最近とは言えないだろ。もう12年も経っとるの。カルチャーショックを受けるな。まあ、というわけで、ショートフィールドでもうちの転がるで無双を狙っていこうと思うて。ゴリ押したな。というか、そもそも転がるってどういう技だったっけ？転がるは、威力30、命中90の岩技で、一度使うと、外れたり防がれたりしない限りは強制的に5ターン連続で打つことになる技やで。そう聞くと、とても無双できるような技とは思えないけど。この技の最大の強みは、連続で当てるたびに威力が2倍になるということ。つまりも連続で当たった場合、威力480という驚異的な数値になるね。大爆発でも威力250なのに、480と聞くとめっちゃ強く聞こえるね。でもミルタンクの攻撃はそんな高くないし、タイプ不一致の転がるで戦うのは厳しい気がするけど、そこで、他の技と道具で威力を補強するわ。丸くなるとメトロノームよ。転がるは、丸くなるを使った後に打てば威力が2倍になるという特殊な仕様があるで。そこに、連続で技を使うたびに威力が 20% ずつ増えていくメトロノームを組み合わせれば、技の最大威力はなんと、1728まで跳ね上がるね。FF 並みにインフレしてんじゃねえか。というわけで早速ランクマムで転がるミルタンクで無双していきましょう。金銭環境でそれやるの無謀すぎない？いや、転がるを生かすならむしろ今の環境の方がいいわ。転がるは守るや大ボールで防がれると威力増加がなくなってしまうからね。ああ、つまり大魔がない環境の方が、転がるを連続で使いやすいってことか。でもミルタンクが無限大なにかつ姿が想像できないけど、まあミルタンクが無限大なに先手が取れないのは不安よね。そこは先発電柱でサポートしてもらいましょうか。素早さ関係よりも転がるで無限ダイナを倒す気でいることの方が不安なんだわ。とりあえずうちと電柱が出るとして、3匹目は通りが良さそうな海王がでも出しとく？いや、海王がの水技王のラボンに止められると、誰もエラ神を受けられなくなってしまうから、エラ神が一貫しないように、3匹目は呼び水の鳥とドンにしましょう。それでは対戦よろしくお願いします。さて、お相手の先発はゴリランダー。こちらは電柱なので、見た目上は有利ですね。見た目上はってことは、この電柱ら、ゴリランダーへの有効打は持ってないんだね。虫のさざめきも欲しいのだけれど、技スペースが足りなかったわね。まあこの子はサポート型だから、ゴリランダーを削る必要はないわ。早速ネバネバネットを巻いていきましょう。素早さ種族知100のうちなら、ネバネバネットで相手の素早さを下げることで、特打がダレックスみたいな超速い金銭にも先手を取れるようになるで。というか、ミルタンクって素早さ種族知100もあったのか。体格の大きい牛ポケモンだし、もっと遅いと思ってたけど。いやゲームボーイの金銀世代ってもう浦和柿乙女って年齢じゃね。さて、お相手はトンボ帰りで無限ダイナに交代してきましたか。ネバネバネットが入るから、電磁ラでも先手は取れるけど、電磁波くらいしかできることがなさそうやな。というわけで、電磁波を巻いて仕事終了としましょうか。電柱らは特性複眼なので、命中90の電磁波を確実に当てられるのが偉いわ。ネバネバネット使いの中でもかなり素早さが高いし、サポーターとして優秀だね。電柱らは火炎放射で倒されてしまうけど、十分な仕事やったで。というわけでここからは、お姉ちゃんに任せなさい。いやここはトリトドンから行きます。ミルタンクは特防が低いから、ダイマックス砲が受からないでしょう。無限ダイナの前で丸くなる、転がるを打つ余裕はさすがにないわよ。でもトリトドンなら地面技で弱点をつけるし、無限ダイナの相手もできそうだね。トリトドンは数値が高いわけではないのだけれど、独特な耐性かつ呼び水で水技を無効にできることから、サンダー、魚のラボン、海王が当たりに強いことが評価されているのか、今採用率10位まで上がっていたりします。そんな高かったのかよトリトドン。じゃあうちの採用率は何位なん？県外。なんでや！うち物理耐性は高めやから物理受けなら十分仕事できるやろ。いやノーマルタイプで物理受けやるならどう考えてもポリゴン2でいいだろう。そんな、うちがポリ2に勝てるとこ、素早さくらいしかないんか。じゃあ、早さを生かしてプリティダービーでトップ目指すわ。馬娘じゃなくて牛娘だからダメだろ。さて、こちらは様子見で身代わりを選択しましたが、お相手はゴリランダーに交代してきましたね。トリトドンは水技と地面技しか持ってないから有効打がないし、草4倍弱点だから危険だね。まあひとまず、身代わりを盾にネットを打ってみましょう。やけどしてくれたらかなり美味しいわ。グラススライダーで当然身代わりは割れるとして、熱湯は、よし燃えた。これでゴリランダーはかなり動きにくくなったはずよ。とはいえ、鳥とどんで居座るのはさすがに危険だけどね。まだグラスフィールドが残ってるし、次のターンでフィールドが切れるから、お相手は今のうちにグラススライダーを打ちたいはず。ならばここはミルタンクに交代したいわね。でもやけどしてるとはいえ、ゴリランダーのグラススライダーをミルタンクで受けられるのかな。ふふふ。受けられるなんてやわいもんちゃうで、マジで高い。この時のよう。関西弁どこ行った。そういえば、ミルタンクの夢特性は装飾だったっけ。草技を無効化できた上に、攻撃を上げられたのはかなり美味しいね。今回マルコロミルタンクを活躍させる上で悩んだのは、マルクナルのターンの隙をどう埋めるかということでした。そこで思いついたのが装飾を生かすこと。海王ガや鳥とドンと組ませることでゴリランダーのような草タイプを誘い、草技予備でミルタンクを出すことで、安全に丸くなる隙を作れるというわけです。ゴリランダーがバカ力でも持ってない限り、ミルタンクに有効だわないから。これでうちが安全に丸くなれるで、ニャカラの産むなくしてもうたけど。コンセプト崩壊してんじゃねえか。まあ、丸くなれたので十分でしょう。というわけでミルタンク、やっちゃいなさい。よっしゃ転がるおくらい。秋に貴重時かお前は。さて、マルコロ一発目は威力60なのでまだ大したダメージは入りませんが、ここからどんどん威力が倍になっていくで、石の倍から術の力でね。やっぱり常時じゃねえか。さて、ゴリランダーはトンボ帰りで交代。丸くなるで防御が上がっていたのに急所に当たったのは美味しくないですが、このままうちが無双したるから問題ない。さあ、無限大なが出てきたけど、間にうちの転がるがわかるんか。攻撃種族値80のタイプ不一致技にしては相当入ってる気がする。しかも次のターンはさらに威力が倍になるのか。自己再生で回復してきたけど、そのままじゃギリギリやろ。何か手を打たないとうちは止められんで。なんか頼もしく見えてきたぞこの牛。さて、お相手は交代。ランドロスの威嚇で攻撃を下げに来たみたいね。威嚇程度では転がるは止められん。3発目の転がるをくらえ。3発目のマルコロは威力240。かなりいいダメージ入ったね。そして次は威力480になるのか、恐ろしいな。ここまで威力が上がったなら、もう誰も耐えられへんはずや。お相手はゴリランダーに交代してきたみたいやけど、ゆしこましたるわよ。もう関西人というか姉さん的な感じになってきてるぞ。よし、ゴリランダーを突破。これで鳥とドンがかなり動きやすくなったはずよ。ランドロスに威嚇を入れられたけど、次が転がる5発目。威力960の攻撃はさすがに耐えないだろうね。あれ、先手を取られてるわね。このミルタンクは最速なので、最速ランドロスより速いのだけれど、スカーフランドロスってことか。でもグラスフィールドもあるし、自信は痛くなかったね。まあ無限大直してるわけにもいかんやろうし、自信しか打てる技がなかったんちゃうかな。というわけでランドロスも突破や、このまま無限大なの一撃で倒してうちの3作達成やな。いや、もう転がる5発打ったから転がるの威力元に戻ったわよ。また威力60からやり直し。威力960が継続したままなら一撃で倒せてただろうけどね。いやー、なんかそれは、怖いとキックって感じやね。いつの世代だよこのミルタンク。いやでも見てみ、無限大なしぎれたで。このまま転がるを連打できれば、再び威力960まで持っていって突破できる。また威力60に戻りましたけど。転がるの厳しいところは、命中不安な点ね。命中90を当て続けるのは地味に難しいわ。まあ見立てしてくれただけでも十分な仕事だったと思うよ。あとは鳥とドンで無限大なを突破できれば勝ちだね。ここで怖いのは毒毒からの自己再生連打だから、身代わりを張って毒毒を防ぎましょうか。麻痺に合わせてネバネバネットも入っていれば、鳥とドンでも先手が取れるんだね。でも毒毒じゃなくてダイマックス砲を打ってきたよ。自己再生を持っているのは確認しているし、こだわりメガネではないはずだけれど、まあ、もう一回身代わりを張ってみましょうか。痺れてくれたら美味しいですし、引き続きダイマックス砲を打ってるね。そろそろこっちも攻撃した方がいいんじゃない？そうね、大地の力を打ってみますか。これで半分以上削れないと無限大なの突破が厳しいですが、半分入らないか。これ下手したら泥仕合にな。あ。直棒下がったし痺れたのでもう一度大地の力を打って勝ちですね。最後の最後で運勝ちしちゃったよ。まあ、転がるの強さは見せられたからいいやろ。これで転がるが強いかどうかの荷台には白黒ついたってわけやな。石だけに。なんかホワイトキックって感じだわ。さて、結局先ほどの試合は近伝の無限大なを転がるで倒せなかったので、最大威力の転がるでどのくらいのダメージが出るのかというのを皆様にお見せしようと思います。ダメージを受ける側の HP 実数値がわかるように、ミルタンクは相手側に出してる感じだね。そしてうちの持ち物は、当然メトロノームやな。さて、まずはミルタンクに丸くなってもらいますが、その間に、この検証をやる上で非常に重要な下準備をします。重要な下準備。それは、転がるを外して撮影し直すのがめんどいので重力で命中を安定させることです。死体だけじゃねえか。さて、一発目の転がる。まずクリンに一旦脱出させて、特に意味はないですがエル軍を出します。またエル軍犠牲にしようとしてるよ。というわけで、まだまだ転がっていくぜ。もう一回、私は今日もコードがありますと。少女は言う、ゆいかどの妙かなでながら、その曲も世代を感じるんだけど。さて、4発目の転がるでエル軍を突破。そして5発目の転がるを受けてもらうのは HP フリガシアンです。ガシアンか。岩半減だから倒すのは無理として、どのくらいダメージが入るのかは気になる。指定一撃で落ちてる。もちろんこれは急所やないで。メトロノームを持った最大威力の転がるなら HP フリガシアンすら確定一発で倒せるにゃ。想像以上の火力だな。転がる、ただのロマン技ではとどまらないかもしれないね。あ、ちなみに補足しておくと、盾持ちの我の耐久なら最大威力の転がるでも4人で耐えるぞ。いや耐久っていうかそもそもいは4分の1だろお前。そういうわけで転がる見るタンクに困ったみんなは姉上じゃなくて我を採用しような。ランクまで転がる見るタンクに困ってる人なんていてたまるか。さて2戦目行きましょう。こちらの選出は1戦目と同じです。主役のミルタンクと、相手の素早さを下げるためのデンチュラは確定。そしてトリトドンは、コケコの電気の一環を切るために選出したわ。コケコはスカーフ持ちも少なくないから、ネバネバネットを入れても対処できない可能性があるし、コケコのスカーフを警戒するなら海王がも出せないし、トリトドンを出すしかないか。で、初手はデンチュラとコケコの対面。タスキを盾にネバネバネットを巻くことはできますが、この対面は非常に困ったことがあって、このように、ボルチェンでタスキを潰しつつバドレックスを出される動きがめちゃくちゃきついのよね。まだネバネバネットを負けてないから、バドレックスの素早さは下がらない。そしてタスキを潰されたから、電磁波を入れようにもその前にアストラルビットで倒される。これもバドレックスに無双されて負けなのでは。いやいや、何言うとんねん。バドレックスならうちが受けられるやろ。いや、その情報初耳なんですけど。うちの防御の高さなら、サイコショックくらいは受けられる。そしてうちはノーマルタイプやから、当然アストラルビットは無効や。なるほど、とりあえず無償降臨はできたね。でもバドレックスのエスパー技がサイコキネシスだった場合は受からないんじゃ。サイキネは受からんけど、この試合は大丈夫や。サイキネで3殺された試合なんて動画も採用しとるわけないからな。後付け実況なのをいいことにめたい話しないで。まあ追い詰められた状況だし、その道サイキネない機体で動くしかなかったわね。お相手は交代してきたけれど、バドレックスがこだわりアイテムなのか、それかミルタンクのゴースト技を警戒して交代したのかな。バドレックスにミルタンク後出しなんて意味不明だろうし。まあ実際はバドレックスへの有効が転がるしかないんやけどね。それは余計に意味不明だわ。さて、丸くなるを積みましたが、コケコが来たのであれば、交代した方がいいですね。転がるを打ったところでまだ火力が低いし。コケコの10万ボルトトーチあったら負けちゃいそうだね。というわけでトリトドンに電気技を受けてもらいましょう。これでコケコは電気技を打ちにくくなったはずです。コケコは草結びを覚えるから、4倍弱点を突かれるのが怖いけどね。まあ、トリトドンは体重が軽いので草結び一発で倒されることはないでしょう。そして再びバドレックスが出てきたか。またミルタンクに交代する？いや、先ほど無効化されたアストラルビットを打ってくるとは考えにくいから、一度居座って様子見したいわね。というわけで、ここは自己再生します。ミルタンクへの有効打があるか確認した。危ねえ、避けたからレーフ。この回ひずず。当たったら確実に倒されていたわね。でも草技を打ってくるなら、ミルタンクに交代して無効化すればいいわね。草技なら何でも食えるの謎すぎる。さて、再び転がるチャンスが来ましたが、丸くならないと火力が出ないので、まずは丸くなるを積みましょう。でも相手は再びコケコに引いてきたけど、結局10万ボルトは受けきれないんだから、さっきのミルタンクとコケコの対面の時と状況が変わってないのでは？いや、お相手目線だと状況は変わっているわ。先ほどと違って、こちらの裏にトリトドンがいるというのが判明しているからね。先ほど、私はコケコに対してトリトドンを後出しした。そして今回、再びトリトドンに電気技を無効化されるかもしれない状況で、電気技は打てないわよね。おう、トンボ返りなら問題ないね。というかコケコ、ネバネバネットが入ってるのにミルタンクより早かったということは、スカーフ持ちで確定ね。なら転がるで無双するのは難しいかもしれないわ。まあ、うちが倒せるだけ倒したる。ウルガモスが出てきたけど、転がるは警戒してなかったみたいやな。転がるを警戒する人なんていないだろ。丸くなるを見た時点で転がるを連想する人はいるかもしれないけれど、さすがにランクまで転がるを使ってくるとは思わないでしょうからね。防御を上げたいけど、鉄壁を覚えないから丸くなるで代用してるくらいにしか思われなさそうだね。さてタスキで耐えられたけど、それはそれで都合がいいな。どんどん転がるの威力を上げさせてもらうでー。威力上げながら火力下げましたね。いや、炎の体と角ないなっとんねん。おかげでやけどしたんやけど。関西弁ならではのラブやめろ。とはいえ次で転がる3発目だし、装飾で攻撃が上がっているから、次もそれなりのダメージは入るはずよ。まずはバドレックスから来たみたいやな。1回目の対面とは違って、ネバネバネットのおかげで今度はうちが先手を取れるで。ネバネバネットは交代際にしか発動しないから、一度バドレックスを引かせられたのは本当に美味しかったね。というわけで転がる奥縄をかいうわ惜しい。やけどがなかったら倒せていたわね。でもサイコショックなら耐えられるで。うちはもともと防御が高いし、さらに丸くなるで防御を上げとるからな。まさか丸くなるの防御上昇が噛み合うとは。さて、バドレックスを失うとトリトドンの突破手段がなくなるはず。つまりこの勝負、もろ盾駆動。無理やり関西弁キャラねじ込まなくても。今回も3盾とまではいきませんでしたが、転がるを生かすことができましたね。対戦ありがとうございました。さて、対戦は以上で終了です。転がるも意外と実用性がある技かもしれません。準備に時間がかかるのが難点だけど、連続で打てた時の火力は凄まじかったね。ちなみに今回はミルタンクが転がる要因だったけど、タイプ一致で転がるを覚えるいい感じのポケモンいないの？岩タイプで転がるを覚えてそれなりに素早さが高いポケモンといえば、イワークくらいしかいないわね。ボッポさん。転がるイワークで無双できたらそれはそれで面白そうだったので、一応育成はしたのですが、結局ボツになったので、この子がパーティーに入ることは今後一生ないでしょうね。かわいそう。そういえば、この動画の投稿日は10月22日となっているが、今日から全国のゲーム店で、色違いの我が受け取れるからみんなも忘れず受け取るようにな。急に自分のステマを挟むな。ちなみに色違いの我は朽ちた盾を持っているから、今まで盾を持っていなかったソード勢のみんなも安心だぞ。逆に、シールド勢は朽ちた剣を持った色違いザシアンがもらえるのか。これはシールド勢からのザマゼンタのあだ名がテリーになる日も近いな。誰がドランを引き換え剣だ。さて、それでは今回の動画はここで終わりにしたいと思います。皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ではでは。